康介、CBR 戦 WR で、ジョナサン・レイ選手と組んで、8体を奪還すべく頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、バイクの方は、まあ、この、ね、2、3年は同じ、まあ、状態でありますんで、まあ、サスペンションだったりタイヤだったりブレーキの違いは多少ありますけれども、まあまあ、見ても分かる通り、まあ、ラップタイムは高いレベルのところにありますので、まあ、これを少しでもそのキープできるような、まあ、エンジンのセッティングだったり足回りのセットアップだったりタイヤのセットアップ、まあ、ブレーキ、サスペンション、まあ、チームとコミュニケーションを取りながら8時間を やろうと思っているんですけれども、まあ、いかんせんまだそのチームとしてレースがやってませんので、少しやっぱり僕との意思の疎通がちょっと遅かったりとかありますけれども、まあ、このテストが幸いにもあるので、そこでうまく、チームとディスカッションしながら、まあ、マシンを、一番乗りやすい方向に持っていきつつ、まあ、高いところを目指していこうかなと、無理をせず、テストは無理をしてますけど、まあ、レースはそこまでいかなくても、やっぱ走れるようにやっていこうかなと思ってます。そうですね、まあ、彼からは実際、まあ、携帯メールで、まあ、ナイスラップタイムとか、まあ、嬉しいコメントも来ましたし、まあ、そこでまあ僕 その信頼も 100% 彼から受けてますんで、まあ、彼が、なんて言いますか、まあ、ある程度高い水準のオートバイだっていうものをもうすでに分かっているので、まあ、レースウィークだけで、まとめようかなと彼は思ってるんじゃないかなと。早く来てほしいです。爆発する予定ですよ。予定まあ未定なんですけれども、うん、まあそれはチームと話し合って、やりたいと思いますけどね。で、本田さんにとっても一番を目指しているその MotoGP と同じような位置づけで、勝たなきゃいけないという指名のもとの11番なので、まあ、その11番に恥じないようなライディングだったり、もちろん、人間的にも、優れていると思われていると思うんで、本田さんにもそこをちゃんと生かしつつ、人間性もトップでいて、チーム特性もトップでいて、11番のその本田の中の位置っていうのを分かりながら、逆にレースを引っ張っていこうかなと思っております。隠れてちょっと怖いなっていう存在に行こうかなと。十分目立ってますか？十分目立ってます。今年2014年7月27日鈴鹿8時間耐久ロードレース、ぜひ皆さん、僕も熱い走りをしますので、ぜひともこのウェブを見た方来てください。よろしくお願いします。